どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、前回の、アニアの新商品情報でもね、お伝えした31に行って、こちら数量限定アニア恐竜ケーキを買ってきました。アイスでできたケーキなんで、ゆっくり撮影するとね、溶けちゃうからテンポよく撮影していきますね。で、こちらのケーキをね、アニアのケーキを購入するともらえる、こちら31アイスクリームオリジナルアニアの卵ティラノサウルス子供ポッピングシャワーバージョン。いや、これなんと、あの小さい恐竜ティラノサウルスの子供がですね、ポッピングシャワーカラーになってると。はい、あのパチパチ弾けるアイスですよね。僕ね、31といえばもうそれ以外頼まない、もうそればっかり食べるんですよね。31で働いてる知り合いの子に聞いたらね、やっぱね、ポッピングシャワーめちゃめちゃ人気のようです。では袋から取り出して、まずね、ケーキどんな感じかちょっとご紹介しますね。ちょっとね、冷凍庫に入れるときに斜めにしたから大丈夫かな。はい、箱はね、まあ、特にこうアニアバージョンみたいな感じではないですね。アイスクリームケーキと書いてます。はい、では開けましょう。開けると中に、そうだ、箱の中にまたなんか箱で入ってたっけ。で、ドライアイスね、30分無料の分ちょっと入れてもらいました。はい、もう溶けてますよね。ケーキ見えた、冷え冷えの。はい、こちらアニアの、恐竜ケーキですね。ここ持って持ち上げたら、お、出てきた。横にね、こちら恐竜の形をしてるね、このピックがあるんで、これケーキにね、差し込めるようになってます。直径約 15.5 センチ、高さが約5センチのアニア恐竜ケーキがこちらになります。お値段が4200円。冷凍庫に入れてたからね、もうカッチカチですよ。で、この周りカバーがしてあるんだけど、これもね、ちゃんとね、アニアのこう恐竜フィギュアのプリントがされてて、かっこいいですね。アニアの恐竜好きな方にはたまらないプリントになってる。これ何、ティラノサウルスのかっこいいイラストがある。はい、まあ、くるっと回すと、まあ、こんな感じですね。このケーキ、僕の大好きなポッピングシャワーと、あとね、もう一種類、チョップドチョコレートで作られたケーキになってて、まあ、この、茶色い部分が、チョップドチョコレートですね。ミルクチョコレートに空手チョップで砕いたようなチョコレートがね、散りばめられてて、あと、緑の方ですね。これ僕の好きな、ね、みんな好きな人多いんじゃない？ポッピングシャワー、ポップロックキャンディーが弾けるミントと、チョコの風味の人気ナンバーワンフレーバーのようです。お誕生日のプレート、これチョコレートでですね、ハッピーバースデーと書いてあって、本来ここにね、名前を書くんだけど、もうちょっと書いてません。はい。恐竜の形のチョコレート2個あって、こちら、トリケラトプス。そしてもう1体がですね、肉食恐竜、ティラノサウルス。これ以前ともう同じですね。変わってませんでした。で、この下にはちょっとこう、水色のクリーム。緑のクリーム、あと茶色の、まあ、チョコレート味の、クリームがね、こうあって、ここね、ちょっと雪が降ってるかのような、そんな感じで白くなっててね、いやー綺麗ですね。はい、ね、ケーキはね、以前ご紹介した、ことのあるね、ケーキも変わってませんね。はい、恐竜のね、プリントがされてるピック、はい、まあ、こんな感じ2枚入ってて、はい、まあ、好きなやつをですね、もうケーキにこう差し込めるようになってますね。まあ、当然僕でしたらこのモササウルスとかは好きなんで、前もね、確かモササウルスセットしたと思う。ピック、こう好きなところにこう刺して、こんな感じで飾れるようになってると。トリケラトプスの横めっちゃスペースあるから、ここにみんな刺すでしょう。はい、パラサウロロフス、刺しましょう。あ、ちょっとまだ硬いね。ケーキの中にはね、化石チョコがこれね、隠れてるんですよ。ぜひね、探してみてください。こちら、アニア恐竜ケーキを購入すると、もらえる、31アイスクリームオリジナルアニアの卵、ティラノサウルス子供、ポッピングシャワーバージョンを、見ていきたいと思います。まずね、これもう、恐竜の卵ということで、こう、カプセルになってて、前回の時はね、これ箱でしたね。こんな感じで、トミカぐらいの箱に、フィギュアが入ってたんだけど、新しいのは卵型のケースになりました。あのね、これ外のカバーめくるとね、これと同じプリントがされてたらいいんだけど、多分されてないでしょう。
だからね、僕的には箱タイプの方が、うわー、なんか良かったかな。はい、では、外側のカバーめくります。ビリビリになっちゃった、もう遅いかな。はい、ピリッと、あ、やっぱちょっとカッターでね、めくりやすくした方が良かった。はい、外のカバー取ると緑、あー、31とか書いてないね。で、このカプセルの周り、ちょっとこうひび割れた感じになってますね。では割ります。はい、割ると、はい、袋に入ってる恐竜、はい、これですね。で、アニアキングダム終わったんだけど、あ、アニアの、アニメを見てみよう、アニアキングダムって書いてる、宣伝してますね。アニアの特徴をね、書いてくれてる。手のひらサイズ、特徴的な部分が動く、そしてですね、こだわりの、造形となってます。気になってる方も多かったと思う、ポッピングシャワーバージョンのティラノサウルス、子供取り出します。うわー、ポッピングシャワーだめちゃめちゃ可愛い。はい、ではちょっと尻尾と頭をね、動かして、うわー、本当にね、ポッピングシャワーと同じ色になってて、いや、可愛すぎる。大型の肉食恐竜、暴君トカゲことティラノサウルスの子供。まあ、当然子供なんで、見た目、小さいからね、可愛いんだけど、色がね、こう、うん、優しい色になってて、さらにこう、可愛く仕上げてくれてますね。で、全長の方が約7センチで、アニアのフィギュアでティラノサウルスの子供、結構いろんな種類出てるんで、持ってる方多いと思うんだけど、こちらブラックバージョンの、ティラノサウルス子供ですね。はい、並べるとですね、形がね、ちょっと違う。なんかね、頭の大きさが違いますね。まあ、全長は、黒いブラックバージョンの方がね、少し長いわ。後ろ足の太さとか違いますからね。もう一体ブルーカラーのティラノサウルス持ってきたんだけど、これとも形が違って、冒険大陸アニアキングダムダークフレーム子供レッドバージョン。並べてみるとね、これとも形違いますね。で、そういえば、これアニアの卵でしょ？あの、アニアキングダムのね、カプセルのアニアの卵ありましたよね。こちら、カプセルの形同じで、このひび割れてる感じもね、同じだった。で、中にこのね、白い袋の中にフィギュアが入ってて、はい、こちら、ダークフレームの子供ですね。あ、これだ、多分、これと同じ形じゃない？並べてみるとね、あ、やっぱりこれ同じですね。新しい型でできたフィギュアかなって一瞬思ったんだけど、違いましたね。で、ダークフレーム、黒赤でしょ。ポッピングシャワーバージョンのティラノサウルス。やっぱ、色がね、もう優しい色になってるから、めっちゃ可愛くなるね。通常サイズのアニアティラノサウルスと、並べて見比べると、まあ、これぐらいのサイズ感となってます。体、ベースの色は、ちょっとこう、薄いね。グリーンカラーになってて、綺麗な色ですね。で、背中、上の方が白くなっててね。パチパチ弾けるキャンディー、ポップロックキャンディーが、これね、柄になってますね。後ろから見るとこんな感じで、尻尾がこうね、動かすことができるようになってて、一番下まで、動かすとこんな感じ。一番上で、すごいですね。180度動かすことができますね。背中のこの白いペイントの上にね、こう、ポップロックキャンディーがこう散りばめられたような、この感じがめちゃ可愛い。はい。で、足はこちらとなってて、まあ、子供でね、サイズは小さいんだけど、がっちりとしたね、力強い足の形してますね。で、前足は、短くて2本の指があると。まあ、ただこの爪の部分とか細かいペイントはされてませんね。で、頭上にもですね、ポップロックキャンディーのこう柄があってですね。で、この目はね、形あるんだけど、瞳部分のペイントとかがね、されてないんですよね。そこが残念。あと、口がね、これね、開閉しません。で、口閉じてて、上顎のところをこうね、歯が出てますね。まあ、ここもね、こう白くなってないとか、まあ、この辺の細かいペイントは、されてないですね。で、頭、こんな感じで稼働するようになってますね。後ろ足、こうやってね、前後にこう稼働するようになってましたね。前足はこれね、動きません。
いやー、このティラノサウルスの子供にですね、ポッピングシャワーのこのカラーがものすごい似合ってる。で、前回はトリケラトプスの子供でゴールドバージョンだったんですよ。はい、こんな感じ。もうめでたいね。こうキラキラした、はい、フィギュアとなってて、ものすごいかっこいいんだけど、まあ、31のね、こう雰囲気ないからちょっと寂しいですよね。これ横に31って書いてもよかったかもね。前回のフィギュアと比べると、やっぱこう31オリジナル感が出てて、すごい可愛く仕上がってましたね。この次も、今回のようなですね、ちょっとこう31のね、こう、色が出てるような、ね、なんかこう、面白い、こう、カラーの恐竜とか、あとはもう体に31のロゴを描いちゃうとかね、そんなフィギュアが、出てほしいですね。今回、31数量限定、アニア恐竜ケーキを購入すると、もらえる、アニアの卵ティラノサウルス子供ポッピングシャワーバージョンのフィギュアをご紹介しました。どんな感じのフィギュアかね、気になってる方もいらっしゃったと思うんで、よかったらぜひね、参考にしてください。で、ケーキのお値段が4200円と高いんでね、まあ、誕生日が近かったらもうそこでね、購入するのが一番いいと思うんだけど、ちょっと先の人は、悩むと思うんですよ。そうなんですよ。フィギュアね、数量限定って書いてるからね、なくなったらショックなんでね。まあできるだけちょっとこう、早めにね、ゲットされた方がいいと思います。はい、ということで今回はこの辺で、動画最後まで見てくださった視聴者の方、本当にありがとうございます。チャンネル登録がまだの方は登録、そして、コメントに高評価の方もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。